ました。改めましてこんにちは、東京から来ましたリリアと言います。私は高校3年生を卒業、この間卒業したばっかりで18歳です。めちゃめちゃ緊張しておりますが、よろしくお願いします。1曲目の曲はですね、井上緑さんという方の合言葉という曲でした。次の曲はバンドマンと彼女という曲です。あ、ちょっと待って、なにこれ、まただ。 iPad でやってるとなんかすごい変な広告がパッて出てきちゃう。ちょっと待って、なんだこれ。あ、違う、4。あ、ここ僕一人じゃ生きていけない。
一
忙しい朝が連れて行っちゃうの。行かないで、行かないで、行かないで、行かないで。私まだ昨日を生きていたい。駐車場で鍵を探すとき、私の日は早いですが、次が最後の曲になるんですけども、次の最後の曲はオリジナル曲で、私初披露、初めての曲を CD にさせてもらって、後ろで多分物販が今日出てると思うんですけど、キャスファイル6というものの中に入らせてもらって、参加させてもらって、で、そう中に入ってる一曲なんですけど、一曲しかオリジナルないんですけどね、私その曲を今日持ってきて初披露ということなので、聴いててくれたら嬉しいです。緊張する、自分の曲が。どうしよう。じゃあ聴いてください、都合のいい女。私から別れを告げたけど、やっぱり君が忘れられない。都合のいい女。曖昧なツイートしないでよ、その度に心がえぐられてく。どうしてあの時強かったのかな、どうして言い返さなかったの。ほらまた君のこと考えてる、君の笑顔を見るたび思い出す。
がえぐられてどうして構ってくれちゃうの、無視してくれた方が楽なのに、いっそのこと嫌いになってよ、君の優しさで思い出す。はい、リリアさんお疲れ様でした。大阪自体は何回目ですか？大阪自体は2回目とかですね。3回目とか2回目とか、はい、うん、大阪でライブは初めてです。初めて、はい、初ライブどうでしたか？大阪のライブめっちゃ緊張しました。楽しかったです。なぜ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 大阪、気になる人が前最前列にいたからとか。いや、そういうんじゃなくて、それもあるかもしれない。それもある、はい、でオリジナル曲が初披露っていうのと、あ、オリジナル曲ね、うん、そうなんです。最後の曲がオリジナル曲なんですけど、うん、っていうのと、はい、大阪が初っていうのと、はい、めっちゃこの箱が歌いやすい、うん、すぎて緊張しました。歌いやすすぎて緊張するってどういう意味？いや、歌いやすすぎてどういう意味？そういう意味です。いや、全然わかんない全然わかりませんね。なんか途中であの MC なんか指導が入ったりしてましたもんね、今日ね。え？あ、なんかね、うん、そうですか。そうだよね、あの本当にね、さっきあの PA さんが結構そう人気アーティストだったりね、うん、するってことあるんだけど、めっちゃかっこよかったね。いや、会場の中にあの人気芸能事務所のねマネージャーさんがいたり、ね、会場の中にあの元メジャーあのレーベルの元ディレクターがいたり、なんかそういうことはありますからね、うん、
そういうことあったりしますからね。そうですね、何があるか分かんないんでね、はい、気をつけましょう。気をつけます、はい、本当にね、はい、そうですよ、いろんな方が会場にはいますから。そうですね、はいはい、リリアさんはどういうあれですか、どういうアーティストをこれから目指していきますか。アーティスト、私でも弾き語り自体コレサーさんに憧れて始めてたので、コレサーさんも大阪出身ですよね。そうですね、そうですね、関西の人で、関西めっちゃトークも上手くて、はい、憧れの人なので。そう、コレサーさん、キャスファイル6のコメント欄にコレサーさんに憧れて、そうです、弾き始めたとかって言ってましたもんね。はい、来ましたね。そうですか。そうなんです、はい、みたいだから、コレサーさんみたいになれたらなと思ってます頑張ります。じゃあまず、はい、関西弁マスターしないとね。あ、そうですね、うん、関西弁マスターして、あとは着ぐるみを作ってくれる人を探して。頭作ってください。頭探してそしたら顔出し NG じゃなくなるじゃないですか。そうですね、うん、バリバリ。顔出し NG なのはコレサワさんをこう意識してとか、そういう。あ、全然そんなんじゃなくて、ただ単に顔を出したくないっていう。あ、そうなんですか。そうです、そうですか、はい、なるほど、まあ、コレサワさんの、コレサワさんのギター弾いてる子はうちのイベントでも PA やったことありますからね。そうなんですか。どこに PA すごい誰が PA やってるか分かんないですから、本当に。そうですね、うん、そうなんですよ、本当にね、恐ろしいんです。恐ろしいです、うん、PA さんはね、 PA さんを見たらね、アーティストだと思え、 PA さんを見たら関係者だと思えっていうね、うんうん、ちょっと今日本当にね、身につまされましたね。そうですね、はい、ということでね、後でそうね、紹介してね、いただいて、はい、リリアさんはそのキャスファイル6のこの楽曲、収録曲、どんな気持ちで作った一曲ですか。どんな気持ち、なんか結構辛辣なこと書いてありましたけども。そうですね、元彼に作った曲なんですけど、高校2年生の時に作った曲で、はい、すっごい未練たらったらみたいな歌なんですけど、今全然そんなことないので。もう吹っ切れましたか。そう、吹っ切れて、だから元彼以外の方に聞いてもらえたらなというふうに書いてあるんですけど、早速元彼から LINE で買うねって連絡が来て、はい、マジマジかと思って。買ってくれる。そうなんですよ。そうなんだ。気まずい。自分の、そう、自分の犯したいろいろとエピソードが全部曲になっているという。そうですよね。でもいいよね、それありがたいよね。まあそうですね、ね、うんうん、自分がだってほら曲に作れるっていう、うん、だから曲にしてほしいって思う男性陣、うん、リリアさんに告白してみるというね、うん、それがいいね、うん、そしてひどい別れ方をすると曲になって漏れなく曲にしてくれるっていう、いいじゃないですか、それ。なんかそういう失恋ソング製造機みたいな感じで。製造機、そうですね、製造マシーンって感じで、うんうん、ね困ってるねリアクション困ってるね。そうですね。いやでもリリアさん本当にね、失恋、アーティストっていうのは失恋をするというか、心をたくさん大きく動かすと名曲が生まれるって言われてるんですよ。うん、うん、本当になんかハッピーな日常を過ごしてる人って名曲とか曲を書けなかったり、うん、でちょっとしたきっかけでそういう心が大きく動いた時に曲が降りてくるっていうね、本当に神がなんかこう曲が降りてくるっていうパターンがあるらしいんで、リリアさんもその境地になっていただければいいんじゃないでしょうかね、はい、2曲目はいつぐらいに、未定ですね。まだいつぐらいに披露していただけるんですか。2曲目、次の5月5日のイベントには披露していただけるんですか。あ、違うわ、3月31日だ。そうですね、来週、うん、来週のイベントで2曲目披露してくれるんですか。それは厳しいかなまだ考えてない。5月5日の子供の日に頑張ってみます。あ、来ましたか。あ、やばい、言っちゃった、言っちゃった。もう有言実行で、はい、はい、実行で、はい、じゃあ5月5日、皆さん、はい、リリアさんの2曲目披露パーティーになりますので、ね、ぜひね、審査で初のキャスルズですからね、来ていただければ。はい、いや今日はいいトークを引き出せましたね、ありがたい。はいはい、最後に告知とか、なんかあれば。あ、告知は、ツイッターにてやってるんですけど、はい、ID がですね、LILY
あれ LILY23827705 だった気がします。覚えていてください。その数字はなんだ。いや、わかんない。電話番号。確かに電話番号っぽい。初期設定のままだから。あ、そうなんですか。そう、よくわかんないアリになっちゃって。はい、とりあえず覚えてください。はい、はい、あの多分リリアさんの CD を買えばそこから飛んでいって飛んでいって、ね、ツイッターに着地できると思うんで CD を買ってくださいってことですね。はい、はい、ありがとうございました。リリアさんでした。ありがとうございます。